ゲームはまだ始まってなくて、ポッケンは撤去され始めちゃったね。今日ね、ニコニコの方コメントビューアーがなんかバグってっていうより、新しい更新してくださいの、新しいの更新したら使えなくなりやがって、コメントビューアーが。もう本当にニコニコはね、クソなことしか起こらない。とりあえず予約枠で始めましたんで、またニコニコの方は僕がこうやってこのウィンドウ出すとこれ出ちゃいますんで、よろしくお願いします。このやり方誰か分かる人教えてください。あのググったんだけどマジで分かんない。どうやってこれ固定するの。コメントは普通にブラウザで見てるけど、あれ、破壊王さんがやるらしいんだけど、2、オッケー、オッケー。破壊王さんとマッチングを狙いそうです。破壊王さんと今連絡を取りました。あ、ツイッチ、あれツイッチ始まってない、始まってるよね、ツイッチオッケー。Can you watch Twitch? カハサムニだ。ノーマルジーン VS キング KO Final Round Fight KO You win. これが現実。Get ready for the next battle.
魔するな。恐怖を教えてやろう。ラウンド1ファイト。来ましたね。破壊王でしょうか。初日にあれだけ修行に来て、いきなり2位の心を折った男、出てきたのは破壊王。ラウンド1ファイト。しまった。再戦のステージは闇の中、何も見えない。父さん、本当にラピュタはあったんだ。ゴリアテが鎮座する神殿ステージ、完全にどちらに有利があるかといえば、破壊王キング投げで壁が床が壊れる、コンボの締めが投げのキングはコンボダメージが高い。そう簡単にリベンジマッチをして勝ち越すことは許されない。試練の道を与えたのは2位の方、神が2位に試練の道を与えた。低空ドロップキック、見てからさばきに行きたいが、なぜガードできないんだ、さばけないんだ。それは熱い中段があるから。ボディースマッシュ、ちょっとしゃがんでからのライジングトゥーキック、ガードして13、揺さぶりをかける。初日に負けてから2位は言っていた、目の前での一瞬しゃがみやステップ、破壊王はやはり2位に強いのか。初戦取ったのは神殿ステージキング破壊王ジャパン、1勝目。Get ready for the next battle.
やりたくない場所で再戦させられた。今日僕たちは朝早くから高速道路を走らせて箱根の温泉で体を休めて、そして戻ってきたこの戦いの場、秋葉原レジャーランドに戻ってまいりました。先ほどスターバックスをちびりと飲んでウォーミングアップを日本レバーで行って、さあやるぞと来たのは破壊王、初日のリベンジマッチ、3日越しのリベンジマッチ、何が変わったんだ、2の対策、破壊王対策は変わったんだろうか。朝早く起きて車を運転したのは俺、2は行きも帰りも寝てられる、むしろ疲れが溜まったのは俺の方なんじゃないかと思ってはいるが、神殿ステージきっちりと体を休めた2位に負けはないのかもしれない。初日飛行機に乗ってきた、その日に戦わなければならなかった鉄拳マシン、機械もたまには誤作動を起こすか。ステップをしてからの熱い中段、これは見えない下段、最速の奈落、陣奈落、韓国語で言えば奈落、カウンターヒット、これはユカキングか、とてもやるぞ、生き残れるのか、に残らないんだ、これがすでにコンボを浮かされたところで負けが確定していた、あれだけ減るんです、熱波で今の最後の受け身確定のムーンサルトブレスは熱波で食らうとダメージが少ないんですけど、受け身を取ったりすると受け身確定になってダメージが多くなってしまうんですね。あそこからやられてしまうなんてとても恐ろしいゲームですね、恐ろしいステージ。ファイナルラウンドファイト、すでに韓国レバーに付け替えている2位、1本目今回の鉄拳旅行で2位は1本目に落とすことがとても多い、これは相手に合わせた戦い方だからなのか、2本目またも落としてしまうのか、後発スタートの初速は遅い、2下段ステータスにジャンプステータススラッシュキックを合わせたがあらぬ方向へ、ここは最初からトップスピードでいきたい、カウンターヒット、ダルコー闇が出た、届かなかった、魔説、このステージ、今日箱根に行く最中少し鉄拳の話をやはりしていました。車の中でかけている音楽は鉄拳セブンのこの神殿ステージの BGM、 そういえばにこの神殿ステージはどう思うといったところ、キャラクターのランクが完全に変わるから私は好きではないと言っていたばかり、やはりそれがフラグとなったんだろうか、光っているのは広角の危機、またも落とされるのか、2度破壊王は2位を2度落とす、イケメンは2度死ぬ、007のような体育だけは出て神殿ステージ有利に進めるキング、しかし中身は最強の男に負けられない、これはハンデだと言わんばかりに1本簡単に取り返す、ステップからの見えない中段、ワンツーを避け切ってからの追いつき発生中に、壁が強いなら
床崩れが強いなら先に自分が使ってしまえばいい。合格の危機光っている。聖帝対聖帝、やや弱いよ。初日の弱いよから少しだけ強くなっている。やや弱いよ。弱いよよりもモアストロング、やや弱いよ。この曖昧な表現が外国人を混乱させる日本人流。ここで床を崩して韓国流のおもてなし、死体蹴りだ。開幕ワンツーから入って優位に立とうとする。やや弱いよ。これはしゃがみからの追いつきを絡めた拾い方。これだけ減る、ノーマル人でもこれだけ生きる神殿ステージ。何を祈るんだ祈るんだ。ゴフレ投げか。このゴフレ投げ取り返したのは2ジンの QWB、 いわゆるハスモーションが見えにくくなるというゴフレ投げというテクニックがあるんですけども、神殿ステージだとノーマル陣はあれで床を崩せるんですね。キングに対抗するにはこれだ。思い出したかのようにこれが温泉だ。湧き出るようなコンボ、富士山のような摩擦。もう一度崩す。なぜなぜ入らない。ジャブプラス8からこれは見切ったか。合格。2度同じやつに降格されるような男ではないのかもしれない。鉄拳マシーン2、ここで本職の床壊し職人キング、ブレイク工房、ブレイク工業、ここでブレイク工業。先に1本取ってるのは2位の方。段位は同段戦。試合のポイントは2位が1勝、破壊王が2勝。初日には破壊王が勝ち越した。ここはプッシング、カウンター取られてしまってフライングニールキック。あと一発になった時のキング、フライングニールキックが強すぎる。時間切れになりそうな時のフライングニール、ダウンになるから強すぎる。ここで投げコンボ、今日は初段が入って、これでもう一丁、まだ抜けられない。これかこれかこれか、ここまで確定なのか。ワンコンボと同じぐらい減る。投げコンボ途中で抜けられる択はあるが難しい。ここは手の下段、レッグスイープの出かかり、カウンターを取られやすいところにジンの前蹴りを差し込まれてカウンター。ここでゼロスラゼロスラ、プレッシャー与えたところでフライングニールキックでお茶を濁して、ボディースマッシュで角換、必ず届く、奈落払いには必ず届く。ボディースマッシュリーチが長い。フライングニールキックに行こう。ここで負けてしまうとまたも降格戦。エンジンは1速から2速へといったのか。アリキック10連いや食らっていてもさばけるはずだが、なかなかレバーを一入力に入れることは難しい。投げコンボで一発でやられてしまう体力、これボディスマッシュ一発でやられてしまう体力。これ床崩れない。床破壊王か、2位破壊王か、2位が破壊王、破壊王か、どっちなのか。タイに持ち込むの、奈落払い、奈落
一つ首の皮一枚つながった2対2の両天秤。神殿ステージ床が崩れないステージでありきっこガードしたのに、これは流れを持っていかれてしまう。せっかく入るはずの浮かせの追いつきがガードされてしまったりする。一瞬迷いからの襲う、ここで心が揺れるんですよ。だけど機械に心などない。鉄拳マシーンはそれぐらいで心は動揺しない。冷静冷血無欠のパーフェクト超人、たまには WP 投げも食らう。アンブン、あと一発ありきっと届かないところでしっかりしゃがみ状態で硬直中の破壊王キングを浮かせようと左打ち上げ、左追いつき浮かせに行ったんですが、1フレか2フレ間に合わなくマイナス12を与えてしまってフィニッシュです。ラウンド1ファイト。またも光ってしまった広角の危機。先ほどはこれはおいしい KO マシだ。ラウンド2ファイト。デリシャッセに、ここは渾身の破壊王のレイジャースをガードして小船投げ、床を崩してこれだけ減るぞ。追い打ちワンツープラス8マイナス9を与えてちょいダッシュからのハイキック KO。 これは1本取り返す、一筋縄ではいかない。どちらが優勢かといえば実力は同じぐらい。ステージに優位があるのは破壊王、確実にあるキング。2位がキングは弱いと言ってもキングは強い。ラウンド4、いや強い。弱いとは言ってませんね。ここでスクリュー広角線を、広角線でも関係ない。怒涛のラッシュ、珍しいラッシュ、2位には珍しいラッシュで広角線を2度しのぐ。落としきれない破壊をじわりじわりと近づいた。Round one. Fight. アリキック完全に浮かせにいってる。発生14、プレッシャーをかけて、
音ずれですか。スイッチもあ、ニコニコが音ずれしてて、スイッチの方はどうですか。それね、パソコン、あ、スイッチもダメ。オーケー、サウンド&ビデオ、あ、フィックス。これね、パソコン再起動しないと直らないんだよな。しかし破壊用的にはこの神殿ステージをものにしたいでしょうからね。待ってください。あ、でもね、訪れしてるとだんだん訪れが大きくなってくるっていうことが多いね。一回試合が終わったらまず、ツイッチというか、エクススプリットの再起動をかけます。ツイッチ一瞬切れます。とりあえず1分以内には回復します。これはすごい大逆転劇。